はいどうも、キリハです。本日なんですけども、ブルーアーカイブ公式さんが不正なアクセスによってサーバー負荷の嫌がらせを受けて今緊急メンテナンス中ということで、今回はそちらの内容をちょっとお話ししていこうかなと思います。で、いろいろとちょっと調べてみたんですけども、以前同じヨースターさんのゲームでジャンタマというものがあるんですけども、麻雀のゲームですね。2020年の6月17日に同じような嫌がらせを受けているという内容がありました。おそらく今回も同じような内容だと思われます。事の発端としては5月13日、昼の12時から18時まで、定期メンテナンスが行われていました。いつもの、ね、メンテナンスだったんですけども、今回ガチャの更新ということでゲーム開発部のゆずちゃんがね追加されるということで皆さん賑わってたんですけども、18時に問題なくサーバーは開放されたんですが、その後30分間アクセスができない先生もかなり多かったんですね。でめちゃくちゃ重かったですし、でその後18時半、30分後ですねに緊急メンテが発表されて緊急メンテに突入しました。そして本日5月14日の18時までですね延長されておりまして、計24時間ぐらいの緊急メンテになってます。そしてこのサーバー攻撃の内容をちょっと調べてみたんですけども、DOS 攻撃というものと DDOS 攻撃というものがあるみたいです。いずれもサーバーに不正なアクセスをして負荷をかけるというものなんですけども、 DOS 攻撃というのが一つの IP アドレスを使って不正なアクセスをして負荷をかけるというもので、 DDOS 攻撃、こちらが分散型になってまして、いろんな IP アドレスを使って攻撃をするというものになってます。一番タチが悪いやつですね。で特にこれだといろんな IP アドレスをマルウェアとかで不正に取得をしてそれで行うので、先生方の IP アドレスで攻撃を行ったりしているので犯人の特定をするのが難しいものになってるんですね。でその DDOS 攻撃なんですけども、ヨースターが運営するジャンタマというアプリで2020年の6月17日にこの攻撃を受けてるんですね。ジャンタマの方は問題解消してるので、ヨースター的にはノウハウがもうあるとは思うんで大丈夫だとは思うんですけども、一応そういった攻撃になってます。いろんな先生が待ってますのでね、早期解決してくれると嬉しいですね。運営さんも昨日の夜からもうずっと作業してるでしょうから、問題が早くなくなることを祈ります。そしてアプリ業界とかオンラインゲームのね業界だとこういうのはよくあることなんですけども、あんまり運営さんが好かれていないと、こういう時にちょっとリプランがだいぶ荒れちゃったりとかするんですが、進捗報告のツイートなんかにリプの方が来るんですけど、400件とかね300件とか来てる中でも、もうほとんどの意見がもう運営さんをねぎらうものだったんですね。なので本当にブルーアーカイブはコンテンツ的にも続いてほしいって思っている先生がすごく多いなっていうのと、ヨースターさんもファンが多いんだなって痛感しましたね。私ももう昔からヨースターさんも大好きですし、もうブルーアーカイブはもう私の YouTube チャンネルもね専門チャンネルにしてしまうぐらいもうドハマりしてるので、もう本当に続いてほしいですし、見に来てくれるリスナーさんも本当にブルーアーカイブ大好きなんだなっていう方がすごく溢れてますので、もうこのコンテンツは守り抜きたいなって思いました。我々ができることは少ないですけども、運営さんをね応援することぐらいはできますので、もう早くプレイしたい気持ちもあるんですけど、ここは我慢して、運営さんの報告を待ちましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヨースターさん頑張ってください。それではまた。